ハムロホンザリフィハムロホンザリフィは、タジキスタンの政治家、外交官、外務省。過去、ロシア語風のザリポフという姓だったが、2007年4月、タジク語風のザリフィに改正した。母性スキー地区出身、タジク人。1971年、物理・数学教師専攻で、クリアーブ国立教育大学を卒業。 1971年からクリアーブ教育大学の講師、イスラマバードの国家現代語学大学英語家庭研修。その後、タジキスタンの保安機関、外務省の副局長、人事、特殊情報局長として働く。1995年から2002年、外務次官、中央 SCE タジキスタン共和国代表、中央ストリア全県大使。2002年から2006年、 中米全権大使。2006年12月1日、外省に就任。2013年11月、外省を辞任。2015年8月、中日タジキスタン大使を拝命。同年12月9日、皇居で新任状を法定した。最大、二次を有する。二等、シャラフ勲章を受章。ソ連時代、ソ連国境の警備における優秀さに対するメダル。 三等、武勲に対するメダルを受賞。ありがとうございます。